先看一下，在台北市这种寸土寸金的地方，居然还有中庭挖空。这个挖空的这一块，最起码可以盖大概两栋大楼。今天到的这一家，可以算是我们的台北市的一家老店。这家老店几十年没有变过，非常好吃，尤其是它的Peking Duck北京烤鸭，很多人都被误导到别的店。当然不是说别的店不是好不好，不是这样，不是这样说。别的店也是不错，也是很好吃，非常好。台湾的这些北京烤鸭都做得非常好。我从小台哥就告诉我，因为吃东西要看价钱，江南村的烤鸭是最道地最美味，定价台哥最喜欢。我跟你讲，堪称台湾第一，我有没有夸张？我跟你讲，这个真的是不夸张。为什么这样？它的这个 CP 值实在是太高了。Oh my god！ 不过各位观众看到这边应该发现了一个小小的逻辑上的一个异状。通常下班去吃饭是来宾选一个说，哎，台哥跟您推荐一个餐厅。今天反而是台哥牺牲了，把压箱宝口袋名单拿出来。这个没办法，因为今天来的这位呢是日本的一位教客，而且呢要秉持的我们节目是一个地地道道的电玩节目，所以我们请到了日本算是数一数二，就是数一啦电玩制作人。是。金大队头衔。坦白说，我不是要真情告白一下，这也是我这几年工作第一天看着台哥，觉得你整个身上散发出了光芒。因为真的是托你的福，我才能见到我生命中的偶像，他是全世界制作人的典范。如果说你是台湾的克里斯·汉斯沃·玛利亚的老公，如果你是这样的巨星，你看，就是雷神索尔，他就是你是雷神，讲雷神，你说是玛利亚的老公雷神的话，没错，因为平常以我爆雷的速度，的确跟雷神差不多。索纳，你听我讲，如果你是雷神，就是索尔的小名叫做雷神索纳，所以索纳，如果你是台湾的雷神索尔的话，他就是游戏界的小劳勃道尼，不得了。我如果不是靠着你，我怎么有可能可以一赌？我刚才你说一清方泽，讲错了，才哥，真的是。很感动，非常的感动，所以我觉得等一下你可以先离开了，就留下我跟他好好的吃话。虽然我们号称是全台湾数一数二的电玩节目，好怪哦，但是我到现在还在玩 Candy Crush， 所以等一下呢，我要仰仗你的长才。台哥不要这样说，这个问电玩的问题，但是你不能说我完全不懂，说不定我还略知一二，我等一下会问呢。毕竟你知道有一种东西是这样子的，看天分。全台湾所有的观众都知道，台静可以说是一个电玩的爱好者，以及甚至有点天才。我觉得你或多或少应该有遗传到他，所以你也不要妄自菲薄。遗传到他，你有遗传到他，他遗传到我，还是我遗传到他？相当不少。欢迎吉田直树先生。有请大家给掌。有请大家吃吗？有请大家吃吗？真的，我要先讲一下，其实呢，现在在外面呢，万头钻洞。所有的宅男在外面都要整着要冲进来，有200万人，有200万人都要冲进来。你先跟他稍微讲一下，因为他算是我们这个电玩界的所有的人敬仰的对象，每个人都非常喜欢他。多总，台哥，你听我说，平常我们访问日本的嘉宾，你这样子 pass 给我，我 pass 过去是没问题的。说说说。但是今天是我入这一行以来最紧张的一天。ちょっと緊張しますか？緊張してます。我想问，吉田さんは台湾に初めてですか？初めてです。本当に初めて。初めて？そうなんですよ。いやー、なんでやのね、初めてですか？そんなに近いですね。誰も呼んでくれなかったんで。まあ一応ファイナルファンタジー14はプロデューサーとディレクターやってて、そうですね。16はプロデューサーやってて、開発がとにかく好きなのでゲーム作ること自体が、だからまあできるだけ開発現場にいたいっていうのがあって、で呼ばれた時にまあその国にプロモーションで行くっていう形で。なかなか正直言うと声をかけてもらえなかったっていう。わかりました。あともう一個理由があるとしたら、僕飛行機が嫌いなんです。そうですか。飛行機のダメですか？飛行機ダメ。いや、できれば、実はプライベートでは来たいんですよ。どっちかというとリラックスしに来たい場所だったんですけど、結局ね、仕事で来ることになったんで、今回のスケジュールもこうめちゃくちゃ組まれちゃってるんで。そうですね、大変です、はい、この時間が一番楽しい。本当ですか？そう、リラックスできる時間だと思って来てるんで。ありがとうございます、はい、ありがとうございますね。今日、吉田先生说这是他来台湾最期待的一个行程。但我们现在把他搞得太像インタビュー了。不如我们就那个休息しながらしましょうか。我们先请他上前菜。这是我们江南村双拼，
那这是我们的年菜招牌绍兴醉鸡跟水晶肉冻。我的徒弟，これは肉冻。吉田さん、中華料理はどういかがですか？実はですね、この鶏大好きなんですよ、僕。そうなんですか？はい。よかったです。中華料理は好きですか？好きです。特に辛いものが、あ、辛いものは、辛いもの大好きなので、もう中華といえば四川ばっかりお願いして、はい。本当ですか？我们现在把所有的这个菜统统改成麻辣です。この味はどうですか？美味しい。ありがとうございます。吉田さんを紹介するときに、まあ、ネットでもかなり有名な話、吉田さんの肩書きが今すごいことになっている。例えば株式会社スクウェアエニックス取締役兼執行役員開発部門担当兼第三開発事業本部事業本部長兼ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクター兼ファイナルファンタジー16プロデューサーみたいな感じになっていて、はい、素晴らしい、合ってますありがとうございます。今でもディレクターをなんかやるというのがやっぱそのものづくりに情熱から来たのですかね。その理由を教えてください。ものづくりの情熱っていうか、正直ゲームを作るのが、まあ、あんまり仕事だとは思ってなくて、本当ですか？趣味というか、とにかく楽しいんで作ってるのが、正直言うと取締役の仕事とか顧客員の仕事とかはあんまねなきゃなくてもいいかなみたいな。なるほど。できるだけ本当は現場にいて開発のみんなと一緒にゲーム作ってる方が楽しい。もうだからディレクターをやりたいっていうのは、まあそれが正直プロデューサーはあんまりやりたくない。あ、本当ですか？はい。剣ちゃん呼ばれますか？剣しすぎてもう剣で呼びしてもいいですけど。いらないです、いらないです。すごいな。だからゲームデザイナーって呼んでもらった方が僕は結構しっくりきます。あ、そうですか。はい。ゲームデザイナー。はい。ゲームデザイナーです。要怎么样才能够变成一个 game 的制作人？他需要经过什么样子的学习呢？難しいけど、とにかくゲームが絶対に好きじゃないとダメっていうのと、とにかくたくさんのゲームをやっぱり自分でプレイをして、しかも最後まで遊んで良かったところ悪かったところっていうのをちゃんと論理立てて話せるし分析できるっていうところは絶対に必要かなとは思いますね。能够分析、能够讲的人也很多，但是他怎么做出来的？最後まで遊んで、ここが面白かった、ここが面白くなかったって感覚で言える人はいるんですけど、なぜ面白かったのか、なぜ面白くなかったのか、面白くするためには何をどう具体的に変えればいいのかっていう具体的なプランまで踏み込める人ってやっぱり少ないんですよ。言うだけだったらできる、みんな。それは誰でもできるんですけど、その先まで踏み込めるかどうかがすごい大事かな。吉田さんって結構なんか見た目が日本の方が怖そうな食べ物でも OK な気がするんですね。まあとりあえず食べてはみますね。でも虫だけは本当無理です。虫だけは、あ、多分キャンセルしときますね。まあ、じゃあ虫があるならごめんなさい、帰ります。那这样想起来他应该是什么都可以吃。パクチーがあとはダメですね。パクチーダメです。ダメです。私もありがとうございます。ありがとうございます。応援していただきありがとうございます。共通点が我々でした。パクチーは絶対ダメ。これは牛です。はいはい。虫じゃないです。あ、わかりました。はい、すみません。日本語でそのギャグ言えるのすごいな。さあ、ありがとうございます。プライベートとどう両立するんですかね。ゲーム作るのを仕事だと思ってないので、プライベートでゲーム遊ぶし、プライベートとだから仕事のあんまり境目がないので。オフの日があるんですか？休み取れるんですかね。何をもってオフっていうのかがよくわからない。メールも結局全部見てるし、シナリオのチェックを夜、例えば日曜日の夜中お酒飲みながらやってるし、それオフと言わないんだとすると僕には多分オフはないですね。そうですね。你忘了帮他点酒。やった。ワインとか。あ、ワインの方が好きですけど。ワインあります？用意して用意してあります。お願い。そろそろで飲みたいなと。まさかね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯です。ありがとうございます。いやもうね、パクチー嫌いだって聞いて一気に友達になった感じ。そうですね。仲良し。仲良しだよ。仲良し。ダチになりました。そうですね。我有一个很好奇的，就是说能够成为一个电玩的制作人，他会不会从小就受到电玩的熏陶？他从小是不是就很喜欢打电玩？
一番最初に自分はとにかくゲーム作る人間に なりたいと思ったのは小学生の時にファミリーコンピューター発売した年の冬にマリオブラザーズを友達の家でやらせてもらった時にテレビの中のものを動かせるっていうのもすごいびっくりしたし、それまでテレビってやっぱり見るものだと思ってたので動かせるで、しかも一人で遊んだ時は亀をこう下から叩いてひっくり返したらキックするっていうシンプルなルールなんだけど、二人で一緒に遊ぶと一人がひっくり返して一人が蹴ってもいいし、一人がひっくり返して蹴りに行ったやつの邪魔もできるっていうすごくシンプルな一つのルールなのに、一人で遊んだ時と二人で遊んだ時にもう全然違ったこう遊び方というか体験ができるのがものすごくショックで、日本だと小学校をこう卒業する時にみんなこう作文を書くんです、将来の夢みたいなやつ。僕そこにあのゲームプログラマーになるって書いて あるぐらいだったので、僕はもうスタートはそっからですね。ゲームはだいたい今だと1日だいたい平均2時間ぐらいは必ずやってて、土曜日とか日曜日とか会社に行かない日とかはもうぶっ続けで16時間とかやることはあります。今でもあるんですか？今でもありますね、はい、さすがすぎます。中華だと本当に麻婆豆腐とチャーハンと鶏のスープだけあればもうそれだけでずっと食べてられるんで台湾の人もそうですありがとうございます。すごいあっさり、あ、おいしい。4D の開発で既に忙しいですし、とても大きな成功を手に収めているのに、なんか16の開発に挑戦する経緯を聞かせてください。まあ、まずそもそもやっぱりこう14ってすごい良くない状態からスタートして、途中からまあ僕引き継ぐっていう形 で本当にたくさんのファイナルファンタジーファンの人たちと14のプレイヤーの皆さんにこう支えてもらってここまで来れた、うん、もちろん同時に開発チームや運営チームの努力っていうのも すごいたくさんのものがあって、だからそこがやっぱり会社からも評価をされたからこそ最新作を吉田のチームでやってくれないかって言われたっていうこと自体は自分たちの成果でもあると思ってるので、チームにとってもやっぱりありがたい話だとは思ったんで、まあ、まずはあのやれるかどうかちょっと真剣に検討してみます、あのやりますっていう返事ではなかったんですね。最初一回検討させてくださいと、僕らにはやっぱ14もあるのでちゃんと確認してからにしますみたいな話からスタートしてました。14もあるっていう状態で16のディレクターはさすがに無理、いくらなんでも24時間しか言うても僕もないので、なのでまあそこでディレクターどうしようかなと思ってたら、それこそ仲間である、しかも僕よりね先輩である高井博士がやるって言ってくれたので、じゃあ少しずつ最初だから3人のチームで始めて7人になって30人になってみたいな、ゆっくりこう少しずつ作り始めていくっていうことによって14をどんどん大きくしていきながらも少しずつ16を作っていくみたいなやり方をして徐々に作っていったみたいな感じです、ね、所以他是慢慢的从3个人7个人到30个人那到底现在这个 team 有多少人300人ですか。会社からあのお金の計算できちゃうから、うん、あんま言うなって言われてるんですけど、今言った数字よりは全然多いです。わかりました、これは秘密ですよすいませんでした。いやもう本当ゲームハードはね、あダメだ、 言うとあれかな、なんか1個にしてほしい本当にもう本当に1個にしてください皆さん、本当超理解できる話です、はい、理解です、はい、作る方も遊ぶ方も、ね、簡単ですね、楽ですから、はい、楽です、はい、これ多分ちょっといい、まあ、されるかなされるかな、私は放送次第ですねそうかな俺結構インタビューで言っちゃってんだよな。実際なんか16の開発どこまでディテールまで吉田さんが決めてるんですか。基本決めるのはやっぱり脚本とディレクターである監督である高井が今回は決めるべきだと思っていて、最後決めたものを最終確認するときに意見は言うようにしていて、ここはこういう理由でこっちの方がいいんじゃないかと思うよとか、客観的に見た場合いくらカットシーンがあるとは言ってもちょっと詰め込みすぎだからここはカットした方がいいんじゃないとか、こっちに持ってった方がいいんじゃないっていうのは言う。ただそれを 100% 受け止めてその通りにするかどうかは監督の判断であるべきだと思うんで、今回はプロデューサーなので僕ディレクターじゃないので、そこの線引きはちゃんとしたつもりではいます。狮子头加汤是不是すごい量そろそろいっぱいですか。一緒に来たうちのスタッフ全員に食べさせてあげたい
あ、大丈夫大丈夫。これは絶対終わってからみんな買うんじゃないですか。そうですね、一気にあのね、大丈夫です、はい、いや、本当にすごいな。ごめんなさい、一旦またなんか16の問題になると、はいはいはい、16が労働がありえないくらい早いんですよ、うん、起動してゲームに入る必ずロゴで、うん、出てくるじゃないですか。3つくらい出てきてから、うん、タイトルでロードしてまたさらにセーブトレーラーロードしてまた入る、うん、3秒くらいになっていて、はい、それが最初から意図的に15自体は僕も遊んでてすごくよくできたゲームだとは思うんですけど、やっぱりラストストーリーがね急に終わってしまったっていう印象っていうのは自分自身もやっぱ感じたし、ファンの方にも言われたので、改めてファイナルファンタジーっていうのはストーリーをしっかり世界を救う物語を描ききるんだっていうのが今回16に与えられた目標なんじゃないかなって僕は思ってたので、こうローディングって本当こうなんていうんですか、気持ちが切れる。どんなにすごいシーンを見てシチュエーションでバトルが始まったとしても、間にナウローディングって入るとはいはいいいよ戦う準備は、ああいや来たのかってなるじゃないですか本当の意味で今のプレイステーション5の世代で本当にストーリーだけに特化したゲームを作った場合にすごい体験になるんじゃないかっていうのが最初からあった目標だったので、まあ、当初はねプレイステーション4でもなんとか発売したいと思って途中までは作ってたんですけど、やっぱとてもじゃないけどあのクオリティーローディングなしはちょっとやっぱりプレイステーション5じゃないと無理だなってなったので、まあ、あれはまあ最初から目指してた。ナウローディングっていう文字は一切出ないが今回コンセプトなので。这件事情我也问过威廉。哦，你什么时候睡？息子さんがあのそのテンポのせいでよくなんかローディングなしのせいで夜更かししてます。長くなっちゃうんですよね。そうですね、今4時だよ、すいません、ちょっと寝てます、お願いしますいやだってそれこそ皆さんのね番組を見るときだって、はい、どんどん面白いシーンがどんどんつながって出てくるから面白いわけじゃないですか。ありがとうございます。皆さんのシーンのね合間にナウローディングってこうね場面変わるたびに入ってたらさそんなにみんな見てくれないじゃないですか。はい、サイさん RPG プレイしたことがないと思います、うん、それでもなんかありますよRPG はないだと思います。1回ですね。これ何ですか。わからないですやった記憶があるけど何のゲームかは覚えてない。是是你要选信离还是优雅？那就信离嘛，先选信。要不要进入了？进入啊，进入啊。タイさんはあの現役の役者なので僕はこの句が好きです。なるほどね、オファーだけで。すごめんなさいね、どうぞ。冗談、はい、どうぞ、はい、どうぞ。虽然说我不会玩，但是我每次看我儿子在玩的时候，他就很像一个电影，每一段有每一段的故事。但是我又觉得说，有些时候为什么他每一次都到一个地方都要问一个人，然后那个人就会说，然后讲一讲，他可不可以不要再去问那个人？他可不可以不要问？然后他就直接就去了。あのもらわなきゃもらわないでも多分いけるんですけど、最初に持ってるボロボロの剣のまま最後まで戦うことになったりするから、もしそれでもよければ多分大丈夫ですよ。多分大丈夫ですか。うん、因为他每次都要看那么多废话，我是想说，今までにできなかったことを一つ。今回実現させてもらったほとんど映画と同じようなレベルのそのカットシーン演出そのままのクオリティ、いきなりダウングレードしたりとか、そのキャラクターが急に少なく表示されたりとかじゃなくて、そのままバトルに一切のローディングもなく突入して。バトルやってたと思ったら急にそのまままたカットシーンになり、スケールが変わってバトルへつながっていくっていう、あれは正直今のプレイステーション5の性能がなければ多分達成できてなくて、やっぱり実現してくれた開発チームには本当に感謝ですし、今回やりきれたっていうのは一つ大きな成果かなとは思ってます。これで作ったテクノロジーとかこれで経験した経験は本当また次の僕らの第3開発事業本部のゲームにねフィードバックしてもっとすごいの作っていけたらなとは思ってます。最後我想要问他一个身为ファンとして最高の質問したい、はい、吉田さんの口から聞きたいファイナルファンタジーとは何ですか。これ2つ僕答えがあって、はい、メディア向けの答えを1個まず言ってもいいですか。お願いします僕の中でファイナルファンタジーって最高の物語と最高のグラフィックス、最高のバトルシステム、それに最高の音楽があって、まあ、ボリュームの大きなゲームのそのプレイフィール
でそこにチョコボとモーグリがいたら、まあ、僕はこの7つでが達成されてればどんなものであっても FF でいいのかなってまず思ってます。これがねメディア向けの答え。僕やっぱりファイナルファンタジー1からリアルタイムで遊んできて、途中でそのゲーム業界に入って自分でもゲームを作るようになって、想像もしてなかったけど今ファイナルファンタジーのタイトルのいくつかを担当させてもらってて、ファイナルファンタジーってワオって言われればもうそれでいいんじゃないかなと。例えば今回の16の召喚獣バトル遊んだ時にバカじゃないのこいつらってよくこんなもん作ったなって、ゲーム業界にいる人間から見てもそうだし、遊んでる人たちも RPG だっつってんのにこいつら何やってんのみたいな、はい、毎回ストーリーも遊び方も全部違うんですけど、とにかくすげえなこれなんでこんなバカをすんのっていう。だからそれがあれば FF ってそれがないとダメだと思うんです逆に。なので今回はその召喚獣っていうものを本当に今のグラフィックスで動かして、しかもそれが見てるだけじゃなくて自分たちの手で動かせる、昔イメージしてたものが本当に動かせるようになったっていうのがワオって思ってもらえれば、これが今回は少なくとも達成できたから、これ FF と言っていいのかなと自分では思ってますけどね、はい、いや素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ吉田さん、今回あの私たちの番組を、はい、あのいい位置を選んでいただき本当にありがとうございます。お声掛けいただいて光栄です。ありがとうございました。今日のあの食事はどうですか。ちょっとこの後外でジャンプしてからもう一回また食べるのでありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ台湾にあの楽しんでくださいね、はい、ありがとうございます。皆さんいつもありがとうございます。じゃあファイナルファンタジー 16?、はい、16? 大成功です。ありがとうございます。ぜひプレイしてください。はい、よろしくお願いします。